方から新大阪こだま730号乗車です。ビューンバビューンじゃないね、各駅に止まりますから青春18切符の旅ですから、ちゃんと新幹線も各駅に止まりましょう。まあ、4時間以上かかる。ピンク色、超ピンク色。荷物置くとこたくさんある。
きたいですね。新大阪一枚まるまる食べちったよ。痛いんだけど、この人。いや、はい、めっちゃ来た。めっちゃ来た。おーおーおー、やばいやばいやばい。囲まれた。ちょい。ちょい。ちょい、痛い。そこは使うんじゃダメでしょ。洋服つまんじゃダメでしょ、君。ほら、やるから。かわいいな。待ってな、紙は食べちゃダメだからな。あ、落ちちゃった。はい、終わり。はい、で終わり。鼻息かけないで。ないよ、もうないからね。ほらほら、ないよ。もうなら、もう 100% 楽しんだ感じやね、これ。鹿のことしか考えてないもん、奈良来るとき。そういえばなんか鹿以外にもあったなって感じで、一応大仏とかさ調べといた感じ。もう達成だよ、奈良。
つけないんですか。抹茶感あんまり抹茶感感じないな。しょっぱい。つけすぎ。塩だから。情緒を漂うな。宮古市快速京都行きです。6時の東北。新幹線、新幹線見える、走ってるね。いいじゃないですか。こっちは？もちろんこっちはですよね。もう駅ですよ。これいいじゃないですか。もう今夜ここで撮影決定ですね。どっちをどうやってますか。じゃあ、失礼します。失礼します。喉についてます。漬物でございます。玉ねぎ生ですから、お醤油かけてお召し上がりくださいませ。はい、でおかわりできるんですけれど、一時的に白菜きゅうりのみとなっております。はい、すごい、なんか超おしゃれじゃん。なに、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 はい、じゃあ乾杯。この白菜がいいな。失礼します。天ぷら入りです。はい、はい、お待たせいたしました。豚を取り皿にしてお使いください。すいません、お手元失礼します。こちらご飯です。すごい、豚を取り皿。豚を取り皿としてわあ、すごい。今回の旅、うどん率高いよね。うん、香川でうどん食べて、福岡でうどん食べて、で、名古屋でうどん、全部美味しかった、うん、あとこれも、うん、全ての場所において硬さが違うね、やっぱ、うん、
親子賃のネギマ、